やっほー <laughs> ごめんなさい遅刻して12期生の配信を回ってました12期配信回ってきたここだけいけてないパトロールしてきました 悪い子はね、いなかったね、はい <laughs> お疲れーお疲れおっつーこわちゃんのコメントしてたねみんなさ、なんでわかるんと思ったら見れるんね <laughs>、うん、こわちゃんの配信見てる前じゃないでしょ、ごめんなさい <laughs> ごめんなさい <laughs>、うんうん、こんばんは、あよ <laughs> 私は1に決めてました、本当に <laughs> カキレ現れなかった <laughs> パトロールしてきた悪い子いなかったです <laughs> 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 そうサータンとココハに会いに行ったハナハナがいた横にハナハナがいましたなんかさ一人だけいる変なのがあキラキラありがとう <laughs> タップすると分かんだねうんうん やばほんとに喉直さないとそいやそっかきれいな花花なんじゃなくて花花なんだよねなんでかわかんないけど <coughs> 喉ねやばいよ大丈夫でも全然痛くないし日朝さんる来なかったからちょっと心配じゃなくて <laughs> しかかもも昨日全然喋れなかったもんねみんなどうなの昨日の配信あれでしょかきれなが喋ってなかったから面白くなかったでしょどうなのでプラス今日の朝のメールが来ないほらほらちょっとみんな気づいてきたんじゃないあれ実はかけれなのこと好きなんじゃないってちょ2つぐくりしようかなって思ってんだけどいっかもう。 なんかボサボサだからくぐった方がいいかなと思ったけどまあいいやフフつけてやんだけどえー、そうなのおいしいよめっちゃ食べてみて今日はヤンニョンとはななあそうなのえそうなんだ全然知らなかったこれって声だよ <laughs> これって声だよ、うんうんうん、え好きではないの さっき1番って言ってたじゃんいつもの嘘 <laughs> そういつものパーカーなんだけどごめんなさいおしゃれした方がいい <laughs> 洗脳 <laughs> 洗脳してないよみんなが気づけばいい話なんだよなんで気づかないのかなえそうごめんね今日の朝それは本当にごめんなさいメール送れなくてえ学校行ったよほら ちゃんと着てるでしょさあ皆さんかきれなの明日の予定を当ててくださいね洗脳って受けるよね <laughs> みんなのこと洗脳してんだれだお尻当ってないえそうなのあともう一本なんだ種おいしいよ本当にそうおいしいんだよね まあちょっと寂しかったかわいいじゃんかわいいね <laughs> テスト明日テストなの明日からテストです明日も学校だよだ、うん、ってだってなんて知らないね <laughs> ねひどい <laughs> 明日は数学はないよなんだっけテスト忘れちゃった え今日さ本当に今日のメールはあのちょっと寝坊してなんかもう起きたら「えやばい!」ってなってもうメール送れる時間じゃなかったの <laughs> 英語あったっけね <laughs> なかった気がする確か国語演習と国演となんだっけなんか保育,保育のやつだった気がするそう 定番じゃゃないよめっちゃ久々に寝坊したのそうめっちゃやばいよねやばいんだけどと思ってとりあえず学校に電話して <laughs> あの今起きましたみたいな <laughs> そうごめんなさい本当に朝のメールごめんねあ送んないとって思ったらあの時間あれじゃん無理じゃんと思ってうん <laughs> えテストマジ明日何があるかも分かんない本当に黒煙かどうか分かんないし付き合い入れないとやばい平均以上絶対取れない赤点だけ回避すればいいかなとか思ってる配信してるとき以外寝てるえそうだよで帰ってきて寝てたごめんね <laughs> だから遅くなったメールも配信も <laughs>、ね、<laughs> なんで来てよ <laughs> めっちゃハードだな 来ないからちょっと心配になったってねごめんね。<laughs> だし本当に学校でなんだっけ今日はなんかお昼休みに学校休んでた時にテストダンスのテストがあったんだけどそのダンスのテストを受けてないから3人組なんだけどかきれ休んじゃったからあのその2人がお昼休みに一緒にやってくれてで。 とりあえずあの授業5時間目と6時間目とホールムホールホームルームは全部寝てたほんとに記憶ないんだけどって感じ挨拶も記憶ないしほんとに記憶ないそうで起こされて「なんかえもう帰る時間だよみ」みたいな言われて「みたいなもう机の上とかさも筆箱とかもうなんかペンとかめっちゃ出しっぱで「やばいやばいやばい」みたいな。 めっちゃ頭痛かった寝すぎて。ま <laughs> じ寝てたら一日終わったんだけど。<laughs> やばいよね。二時間目なんだっけ今日の。覚えてないな。なかなかの目で目が気にしなくていいよ。ごめんね。ごめんね。気付かしちゃったの。めっちゃ自習だよ。本当に本当に。めっちゃ自習になる。 学校にすい誰りにいったね。ね。家ね配信始まってそっち行っ止まるかもしれないから。お風呂行けない。いいよ、お風呂入ってきて。あ、いいね、ありがとう。<laughs> いいね。<laughs> え、将来まで見ると、え、どうやって参加するの勝手に参加していいのかな <laughs> 昨日楽しかったかきれのまじさ、用意遅すぎてさ、あの、 もう本当にみんなに怒られんのいっつもだけどかき入れのさもう「待ってよ!」みたいな逆ギレするから今日髪の毛先本当に今日ボサボサだよ本当もうさっきのはでもこんなんなって家で寝てたねえと思ってあっかき入れ <laughs> そういうことそうなんだ <laughs> 気のせいだね 机で寝てる時、寝ピク、寝ピクめっちゃすんだけど。え、なんか、かけれの寝方が、あの、種類、あ、いっぱいあって。あの。まず。え、かけれなさ。教室の。前まで。あの、十一月は。間違った、十月は。一番右の一番前だったの。じゃ、前から二番目だったの。一番右の列の。<laughs> ねやばいよねちょっとさ喉がさ毎日さあのひどくなっていってるちょっとずつなんだけどほんと豪快に寝てたもうほんとに帰ってきてもうとりあえず制服脱いでそうでもう猫と犬に挟まれながら <laughs> であの一番右の列だってその時は壁じゃん右側 右が壁だから、本当にこうやって寝てたんこうやってもう本当にこのまま。こう。<laughs> で、手が痛くなったらこうやって寝てんの <laughs>。そう。だけど、あのー、急に、急に11月になって、一番左になったから、これでさ、寝たらさ、もう寝顔こっちの人さ、全員にさ、見られるじゃん。<laughs> そう。<laughs> やばい <laughs>。そう。 制服想着てんじゃんでもお披露目の時のこんばんはうらやましくないよ絶対にそれでなんか一番左の列になってから反対にしてんのこうやってこうやって寝てんだけどさこっちで寝たいじゃんなんかこうやって寝たいのそうで寝てる時とかにえなんか 最近あるネピックがなんだっけ <coughs> どうやって寝てんだっけ <laughs> 今日も15分でやめたらいやいいよ今日は昨日はさ今日学校だったから <coughs> 早く帰んないといけないようにいけなかったからあれなんだけど <coughs> 急に顔見てもねそれはそうだけど 7人ぐらい増えてる。本当にやごまなしにあの日思い出したあ、久々だねーありがとう来てくれたの嬉しい。ありがとうね。<laughs> そうなんだよね。そう。 だからもう最近は本当に寝過ぎてあのもう寝顔さらけ出してるでそしたらさなんかお昼休みとかになんかあの <laughs> クラスの子が「なんかどんな感じなの?」みたいな聞きに行くんだよね「なんか昨日休んでたけど」みたいな「何だったの?」みたいなそうだからなんか「あまいいろいろあるんだよね」<laughs> みたいなその子もあのアイドルが好きで。

そうだからさいつもびっくりするのしかもさ学校とか本当にさすっぴんだからさマジでブスいし本当に嫌なんだよね <laughs> あシルコさんのイチゴ見たよ見たのちょっと買おうと思ったんだけどさ小分けがなかったからやめた寝顔ねー <laughs> いるの寝顔いらないでしょ <laughs> そうもうねみんな かきれなの授業参観に来てほしいほんとにもう今が嘘かのように寝てるからほんとに寝てるずっとそれで寝ピックすんのめっちゃどうやって寝たか忘れたんだけどなんか手挙げて寝てる時とかあんのそしたらこの手ガーンみたいな <laughs> でなんかさ一番左の一番前だからほんとに全員にさ見られるわけ <laughs> かわいくないよ うんうん、うん、はいい天ありがとうなんか幼稚園そうなんだよだからいつも撮られたらなんか「ねあげないでボブスだから」って言ってそう笑ってんだけどね日本かやったら何なんのほんとに背れ悩みどこだな背れ悩みどこだねえ期間限定なんだいちごってえじゃあ買おっかなうんうんうん 買おうかなその子紹介しあっそうそうそう今日思い出した今日あの唯一起きてる時間があってあの4時間目に英会話があるんだけどそのどこだっけニュージーランドかなんかから来てんの男の先生がねそうそれでハローみたいな感じで授業始まるんだけど今日はなんかテスト前だし息抜きみたいな感じでなんかみんなでクリスマスソングを歌ったんだよ <laughs> <laughs> なんかさあのギター弾けんのその先生がそう <coughs> でなんかあの <coughs> 唯一起きてた時があったんだよそ,それでえ待ってほんと2時間目なんだったっけ覚えてないんだけど折り紙けもなかったし <coughs> ちょっと覚えてないな何だっけちょっと覚えてないけど 本当になんだっけちょっと思い出したい今日の2時間みんな当ててあ思い出した黒煙だわ <laughs> 黒煙でしたそれ寝てたわ自習だったから <laughs> あ、違うわ4時間目黒煙だ3時間目があそうそう,そう3時間目があれだそうその、ね、英会話だってそういっつも授業でさ折り紙があるんだけど週に2回かな2回折り紙の時間があるんだよね今 なんか図工の時間みたいな。図工っていうか美術じゃないんだけど。<laughs> やっほー。ええ、わかんないそう予想させてすぐ答え言っちゃった <laughs>。それで、なんかその英会話の時間に、あの、あれにしたんだよ。そう、週に2回あんの。<laughs> 英会話の時に、なんかさ、先生が、あの、 サンタさんの帽子を3つぐらい持ってきてたのそうでなんかあのかきれなさもう目合わせないじゃんなんかもうその先生さいつもハロウィンになったらなんかあの仮装とか持ってきてなんか生徒ランダムにやらせんのそうそれでさあのもう絶対目合わせないんだけど一番前なの <laughs> めっちゃむずいえ折り紙ね こう見ほんとか言ってる <laughs> 本当に苦手なの折り紙 <laughs> でそうでなんかさ、まあ、ハロウィンの時はなんかカボチャでーすとかおばけあけ魔女でーすみたいななるんだけどでそのあの横の子、まあ、な仲いい子がカキけなの横ってことは一番前じゃんその子も席がでその子にサンタさんの帽子を先生がかぶせたの <laughs> そう そしたらなんかその子がなんか「もうこれはさ」みたいな「レナちゃんじゃん」みたいな言われてさその子がさレナにね帽子かぶせてきたんだよそれでめっちゃ写真と動画を撮られたの <laughs> その子に「ねやめて」と思ってほんとに <laughs> えそう隣から来たのほんとにほんとにやばいじゃん <laughs> <laughs> あ違うあのあのコスプレさせるのはコスプレとかも帽子だけなんだけどその先生はあの通訳の先生通訳通訳通訳う書き,きれな音なんだよその子その子めっちゃめっちゃ書きれなこと好きなんだよわ <laughs> かんないけどいっつもどんな時でも味方してくれんのだからさちょっとなんかあれじゃん「<laughs> 取らないで!」とか言えないじゃん <laughs> えないじゃん普通にまった紙ゴムどっか行ったんだけどうイ個。あれ食べた落 <coughs> てるいいやクヨナさんで着てくださいすぎるえ違うでも帽子だけなんだよね <laughs> マイコなさんだって狙ってるよえ多分そんなことはきっとねしないんだけどまあ分かんないけどね いや学校では人気なんやなぁ。こっちはね、人気じゃないんだけど。<laughs> あ、そう思い出した。それで思い出した。今月の写真が発売されてます。カンガルーですよ、皆さん。カンガルー。めっちゃ可愛いの来たよ。めっちゃ可愛いの来たの。めっちゃ可愛いの来たの。言いたくならない <laughs> 見たくならない <laughs> 見たいでしょ <laughs> 興味ないですか写真だからねサンタさんじゃなかったです今サンタさんの話したけど一緒に買てきて,て人がねひどいね買う買う買う <laughs> 絶対買わないじゃんその言い方買わないねそれは 前のか下手なのかね <laughs> あれ選べないんだっけこれってそっかじゃあ買っても書きれの入ってない可能性もあるってことか死因 <laughs> だからねあやめようそうなんだよ <laughs> みんなね写真ってなるとな案外ななんかちょっと買わないんじゃないかなと思ってあランダムなんだえそうなんだ <laughs> が発送されたメール来たんだけどおじゃあもうちょっとで届くんじゃない前ね前回の写真かじゃあ「セカン時楽しみです」おいいね九時もそうだありがとうみんなちょっと伝えみんなに伝えないことがいっぱいあるじゃんと思って忘れてた <laughs> そうだ12期九時じ,じゃあ買いませんえ買うつもりだったの あ選べんのえどうなのえ漏れてましたかえ全然漏れてない <laughs> 漏れてないんだけどって感じなんだけどまあはいえ届いたのもう何だが買ってもいいなえー、なんかでも恥ずかしいね自分で言っときながら。 <laughs> もう届いたんだ前回のやつかに出品されたやつかいんだけどハゲるわほんとえてかさかきれなさずっと思ってたんだけど前髪さおかしくない塗 <laughs> れるよ極めていこうそうだね 角度角度詐欺とか勉強しないと詐欺とか言っちゃダメだけど何かも個別がった気がするえそうなのやめ <laughs>、うん、ろハハ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 ハこハハ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 ハさ、ハハいハってさハハ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 ハ なんかさ、ここのさ、生え際が、みんなここら辺からスタートしてるんだよ、前髪。だけどさ、ここら辺からスタートしたらさ、前髪重くなっちゃうの。なんか、じゃん <laughs>、そうなんだよ <laughs> <laughs> さあ、え、マジさ、斜めになんのなんでえ、今日まだマシじゃないえ、なんかさ、マジでさ、なんで斜めになるんだろうずっとさ、思ってんの。かきれなもん思ってんだよ。<laughs> そうなのそう前髪さはマジさ斜めになんのしかもなんかさここら辺だけこう曲がってるとかじゃなくてもう全体的になんか足目足目だっけ足目みたいになんの本当に嫌なんだよこれでももう今日はいいやと思って学校終わりだしと思ってそう思ってる今もなってるよねちょっとこうなんだよねこっちこっちが上がりです何か大丈夫大丈夫本当に持ってるその言い方 あ家傾いてるのかなこうなってんのかな <laughs> 風吹いてんのかな <laughs> じゃあ大丈夫 <laughs> こんばんはそう足目足目めっちゃ懐かしくない懐かしいよね <laughs> なんで斜めになってんだろうになるんじゃないえそうなのかな まずつむじってどこなのって感じなんだけど、うんうん、こんばんはえ,ーなえー、なはえそうなのでさあれえちょっと待ってほんとにさ届いてないんだけど <laughs> 届いてないんだけどなんで届かないの普通にえなんか次の日にあのー みんなのなんか何通かは届いたんだよねえなんで届かないんだろう NG ワード入っ,入ってんじゃないわ <laughs> かんないけど <laughs> 女の子のつむじわかんないよね場所どこにあんのって感じなんだけどあかわいいバレンタインちゃんありがとうかわいいね <laughs> マネージャーストップかかってんのかもしれないあんちゃんあんちゃん みんなないじめるようなことを書くから <laughs> けどね大丈夫だと思うんだよねえ長すぎる長い人もあのインの中には見えるだからえ嘘でしょ今何曜日えなんで今日ってもう木曜日だよね えー、なんで普通になんでつむじないんだよね。つむじ。うんうんハートだ。あ天使ありがとう。なんじゃ、ん今日おさめの配信だから、配信以外気が好けたのにごめんね。え、なんかさ、あの配信なんか入れてもさ、ね本ほんとにあれ,あれなんだけど、なんで届かないんだし。<laughs>

え届くメールもあるよ届かなかったやばいじゃん範囲ないじゃん <laughs> <laughs> でもなんだろうななんか「あれ今日の返信メールはあれなんで4通ぐらいしか届かないんだろう」とかとかはあるんだよね そうなんか今日の返信メール少なくないみたいなで第2弾で来るのかなと思ってももう来ないみたいなもう更新されないみたいな分かんない何でなんだろうメールソフトで受信してる人はよくあるらしいえそうなのそう明日からなんだよねもうい甘すぎてと届かんのかねあ嬉しいねでも <laughs> ねえ普通になんでもうなんでなんだよ 忙しいのもあるね、多分。ね、明日テストだから普通に起きるさすがにハンガスくあ、こんばんは容量はえ、わかんないね返信しちゃう無駄なのかお <laughs> いつも届いてるよ、でもでもさ、みんながどれぐらい届いてんのか いつも同、ね、じ時間返信届くのねいやそんなことないごめんね言い方悪かったね第2弾とか言っちゃったけどそう何て言うんだろう1回のコメント返信にえまあ時間ずれて送ってくる人もいるからそう何回かに分けられんだけどそうそうそう1日の最後に一斉にとかじゃなく朝のメールは昼ぐらいで夜のメールはあれでみたいなちょっと分かんないパかカけども本当にいいだけ <laughs>。 ありがとう頑張ります明日もハードスケジュールだわ届いてる届いてる届いてる届いてんだよねだから届いてる人もいるし初見ですおありがとうございますめちゃくちゃかわいい本当に嬉しい そういう感じかね <laughs> じゃあ今日も変身しようこれでさ届かなかったらちょっと逆に申し訳ないからなこっちが嫌だよねえなんでなんだろうねえツイッターあげてよ <laughs> 見るから見るからあ試験の方来ましたあの痛いあの2,000人2,000人なんかちょっとみんなが目指してるみたいなんで <laughs> 読ん,であ読んでるるるよ、届いてる届いいてて一時金ブロックリストが入り入り,入りとかありそう多分それはないと思うんだよねた多,多分ね多分それはないんだけどいやわかんないけどねうん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 取れない <laughs> 勉強したら取れる <laughs> だけど勉強しないから取れない <laughs> あなんか「おはよう」とかえなんかさメール届いてるかあの わかんない人は今日のさ夜のメールにさお休みだけ送っといてよそしたら明日さ誰が届いたよって言うから、うん、え作ってくれんの <laughs> 作ってくれんの見つけないとじゃんじゃあそれに頼んね返信したらどうなるかやってみたらだよねなんか今日さ今さお休みだけ送ってよお休みだけ おやすみって送ってみて4文字4文字それで明日の朝かえというか明日の配信までに届いたら言うえでも多分届くと思うんだよ今送ったら今というか今日送ったら明日の夜までには絶対届くからそうそれでもダメだったら多分バグかなんかじゃん絶対に 変身しないとダメですか一回だけだよね。しかも二文字だったよね。確か。え、名前それだったっけなんかめっちゃ違うような名前な記憶があるんだけど。届いてないのかな、ワンちゃん。え、でも、オハーだけだよね。カキレのファンレター来ない <laughs>。<laughs> 了解。男性な人間にサイエンス参加して。ハーフ入ってほしいから、え、だよね。 えそうまた確認してみる何回か返信してるぞ本当に届いてないわじゃあえ届いてない届いてないよじゃあ届いてないんだけどあれ違う人だったのかなえなんか人によるのかなてか返信の仕方がなんかあんのルールがなんかあんのかなおおそうなのめっちゃ楽しみじゃん みんな書いてない書くんでしょそんなこと言ってるってことは書いてくれるんだよね <laughs> えっかんないえっいつぐらいさん最近いつぐらいに返信したえでもさ名前見るんだよねそのいつも応援してくれてる人とかは「今日も書いてくれたんだ」とかみんなさあのショールームと同じ名前でさ あの確認したい人はさやってね。<laughs> 引用がついて続かんのよ。えー？<laughs> このままごめん登録してるんだけど本当に？<laughs> 嘘でしょ。いつ返信するかお前やそんなお前なの？<laughs> えー？やばいね削除される。よ削除されないね。えわ、ー、かんない。どんぐらいの内容によるんだろう。 よくのようにします <laughs> え <laughs> 応援してんでしょいつもあ後回しにかけれの返信はもう後回しでいいやみたいなシス的な問題で続かないよねあああ届いてる届いてる届いてるよねちょっとなんか分かんないねどうなんだろう 性格切れ長見てないのかな。え、見てんだよね、ちゃんと。ちゃんと見てんだよね。本当に見てんの。まとめて。とりあえず、と、顔届いてる、届いてる、届いてる。届いてるよ。それ届いてんのに。え。はい、治ったかな。大丈夫。うん、うん、うん、何も知らないこと。 えれなのことについて何にも知らないってことじゃあ質問大会しよう何でも答えるよあと15分逆にあるみんなないよね限れなに質問したいことなんかわかるようにしてほしいねわかるようにしてほしいよねみんなからも コラボ配信え誰とでもするよ <laughs> 質問はないからなんかねねほんとにこんな喋っといて限ぎれな自分のこと全く言ってないのかなそんないないよね多分たくさんあんのじゃあどうぞどうぞ質問したい方ないよねでも28の夜でケーちょっと確認すんね オオッッケケオッケ二2 8年ケーオッケー,オッケー見とくわ行きたい国フランスかな2年生の時にフランス語あの取ってたんだよだから先生の情報かそっか柿根の先生の情報は分かるけど柿根の情報は分かんないか人のもの真似してるもんね 何だろう好きなラーメンえー、好きなラーメンとんこつみんえなんでラーメンなの <laughs> あ今日公演入ってたんだよね一番好きな48の歌えグループじゃなくて歌歌名ってことえー 分かんない <laughs> なんだろうねうーん全部好き曲で一番って決めれないんだよね趣味趣味なんだろう寝る <laughs> ごめんねこんなに面白くさないあれって でわかるラーメン屋さんってさここのラーメン屋さん美味しいとか聞いてさあの行くけどさ自分的にあんまりだったりとかあるよね好きな食べ物嫌いな食べ物どういう性格 <laughs> 大事なとこが好きな食べ物は好きな食べ物でも全部好きだよ野菜も好きだしお肉も食べるし魚も食べるんだけど嫌いな食べ物はなんだろう納豆納豆はまあ最近食べれるけど 嫌いな食べ物かんだろうなうんゴーヤとか <laughs> 焼き椎茸とかほか <laughs> の椎茸だったらもう別に食べれるっちゃ食べれるんだけどよく口ずさん曲ダンスで振り入れしたりとかかなあメロン好きメロン好きいや焼き椎茸渋いよねごめんね <laughs> キシーだけじゃない <laughs> 料理するあ大人になってね食べれるものあるね増えるよねかぼちゃ食べれるよキシいだけ好きそうなんだよねたまに夜ご飯とかにも出るんだけどかけらん食べれないんだよねちょっと匂いでちょっとチーンってなるそ焼いたいダメな、ね、生でも食べないけど <laughs> え趣味ね料理もするけど 料理もするしなんだろうな本も読んだりするし案外こう見えて本当にもう携帯マジそっちのっけでモクモクと読んだりする行ってみたい都道府県えなんだろう行ったことないとこあー長崎とかかな修学旅行で行く予定だったんだけどコロナでなくなっちゃってそう なんかしいだけというかさなんかあのバター焼きみたいな普通にバターで焼きましたとか一番好きな季節えー、なんだろうな冬かなやっぱり服がかわいいけど寒いから本当に本当に死にたくなるぐらい寒いから耐えれるのは夏 <laughs> 本読めんだよ案外どういう系いろんな本読むよいろんな本読む どういう系いろんなのだね。なんだろうな。感動系も読むし <laughs>、ストーリー系とかも読む、ストーリー系っていうか、そんなのも読むし。うん。あ地元なんだ。えー、そうなんだ。めっちゃ行きたかったなんだけど、なくなっちゃったんだよね。みんなに参加しますお楽しんでね。好きなおでん、大根とかじゃない。<laughs> 大根。大根好き。一番好きなお菓子。 え、お菓子はね、本当にめっちゃ好き。全部好き。夏生まれだね、どちらかというと。いや、冬嫌いなんだけど、服がね、服がかわいいじゃん。服がかわいいから。あー、ハンバーグね。浜松餃子なんかあるんだ。日本分裂、まだ読み終わってない。え、本当に読んで一気に読んだらめっちゃ面白いんで、オーディションの時読んでくれてたよね。 なんがいけない何が <laughs> いやない本当に最近見てないわ。ストーリー、あの、ストーリー系、<laughs> んて言うんだろう、なんか、あの、例えば家族の話とか、家族というか、絆でーすみたいな <laughs>。あ、恋愛小説とかも読む。恋愛小説も読むし、怖い系も読むし、なんだろうな、ヒステリック系も読むし、 ちょっとさめっちゃ聞いてほしいんだけどこないださこないだか夏休みなんだけどあの親友とその一個たのねあの映画見に行ったんだよなんかなんだっけなんかえでもマリオマリオとか言っちゃダメだったあのあれだわあなお鍋いいね ねえだけそうだそうなんだよ夏休みだからそうネイルして髪も染めてたしそうなんだよそうだ思い出したそうだ夏休みだからだなんか変わってたとこあったっけとか思ったらそうだマリオンぐらいいいのちょっとなんか多分ダメなんだよねあんまり言っちゃうそうそのポヨーンって跳ねる人の映画を見に行ったんだよ おじさんの <laughs> でなんかそのポップコーン買って2人で食べようと思ってあのまあその映画始まるさ少し前にさ入ったんだよねそうんでなんかえ多分ね時間の空き時間であの,あのお祭りかなんかやってて確かそれであの浴衣祭りかなんかかなやっててであの。 たんだけどなんか暑かったし映画見よっかみたいななって <laughs> いやう <laughs> そうそんでなんかこれ面白そうだからとかずっと思って,て、まあこれぐらいしか見るやつないしねーとか言って見たんだよで映画始まる前にあのー、ふ2人で本当にさ座るだけじゃん映画って座って待つだけなのにかぎれ長僕も大量に落として <laughs>。 <laughs> <laughs> そうで親友にめっちゃ怒られたマジさかきれのほんマいっつもそうなんやからみたいな何したんみたいなそう言われましたあと10分だ本当だ浴衣祭り浴衣着てないんだよねうん配信の時浴衣着たよね思い出したわ思い出したあの日はあの大阪の花火大会があって えー、そんな大量じゃないんだけどちょっともった <laughs> そうえなんかなんだったっけなんか振り向きざまかなんかになんか肘かなんか当たってでめっちゃ怒られた親友に「何してんの!?」みたいなオーディション来てたわ懐かしい思い出した湯がで来てた <laughs> 見てきましたね、えー、んかやだねあん時も髪も染めてたよね 踊ったあ、踊ったわ。懐かしい。やばい、普通に懐かしいわ。何月あれ ?8 月とかだよね。今何月あ、そんなにだった。もうちょっとで、十二月。4、4ヶ月ぐらい。え、次次は、次染めるんだったら、ショートカットにして、金髪にしたい。<laughs> 全部見たの嘘でしょ あんじゃん <laughs> そう信用をこんのめっちゃ爆笑してたけどねいっつも何したわみたいな <laughs> 岸和田のだんじりはあれだよね大阪だよね <laughs> 私は確かに美容院行ったんだよねエクステつけたつけてないか <laughs> あそうだそうだみんなに聞きたかったのかきれなもコンスチームコン来んのみんな金髪似合わなさそうだよね一気に金髪 <laughs> ある意味楽しみ本当に <laughs> 本当に、うん、えそうドラえもんさ書いたらさあれだった X つけてないのかギャルじゃないあのショートカットというかあのボブ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 ,ボブにして <laughs> 切りっぱなし的な 見たよかきれなもん。エジさゃ無理いけない。みんな行けないんだね案外。なんかねエジさん本当にあげようか。でもちょっと短くない？もちろん長い方がいいんじゃない？間に合えば行く。S だよね来るなら。S かー。来てほしいなー。来てほしいなー。 これまでしたことあるの。ショートあるよ、高1の時に。高1の時ショートだった。で、伸ばして、高3で今、これ。って感じ。だから、ここら辺はショートの時の毛 <laughs> いや、わかんないけど、多分もう、縮れてないけどね <laughs>。最近、毛めっちゃ咲いたんでてさ。そう。で,でも、やました。お、変かったね。おかっぱどんぐらいここら辺ですかここら辺まで切れば足りる足りないんじゃないちょっと短いよ、まだ。 <laughs> もうちょっと伸ばすえっその辺くってやえショートのボブの時の恥ずかしいんだけど <laughs> <laughs> こういつからうん切ってるこういつで一回切って伸びてでこいつの間にもう一回ショートに戻してあの綺麗にボブにもう一回切ってそっからずっと伸ばしてる <laughs> 長いかな、一番。ボイボイみたい。いだよ <laughs> いつか切るよいつか急にきっと登場する未来のお楽しみ <laughs> 全然いいんだけど高一だからマジで写真がないんだよね制服ぐらいの写真しか。 高一って本当にさ、マジかきらな何にもしてなかったから、あそうサータンみたいな感じだった。サーターに持ちょっと短かったかも、本当に。そう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 。え本当に制服しかないんだよね。えマジで本当に毎日のように遊んで帰ってたの。高一ぐらいの月は。え <laughs> <laughs> 何で花花の。う <laughs> ん配信で話題になったらしい。えどういうことどういうことどういうこと。なんでなんでなんで。連絡ねない <laughs> 制服なんだもん。 ね、ちょっと探してみるありがとうっケだるまえなゃんの m t i はえなんかさ2回ぐらいお兄ちゃんとやったんだけどなんかもう興味なさすぎて忘れちゃったごめんね <laughs> またやっとくわ <laughs> カラオケも行ったねカラオケ行ってた懐かしい今はちょっとそんな言わないんですがショートだったらマジで小顔に見えるのほんとほんとこれほんとなんだよねほんとなんだよこれ えなんか,かきれなのさあの学校の制服ちょっとあの結構派手だから隠してもねなんか、まあ、確かに塗っちゃえばいいのか潰しちゃえばいいんだけどモザイクとかじゃなくてそうえやばいあと4分じゃん <laughs> 12キロじゃないかな多分。

これはほちちんとなんだよねふふふふんうん時もあるのえなんかショートできればやりたいなずっと学生の頃からやりたかったからもう一回やりたかったんだよね高三で成人式に間に合うように2年あれば伸びるなーって思ってたんだよね えぇ、ー、えぇ、ー、う、えーえー、ん当に運命じゃん。豪快です配信してくれたら嬉しい。えぇ、ー、ありがとね。今ね、9日目だよね。多分勝手に髪短くしたらそんな感じになるっぽいね。え、髪短くしてみてじゃあみんな。はい、スクショで。髪、こうやってやっとけばいいの。そこまで伸ばすの、え、2年ぐらいだと思う。 そうなんだ2分だあと運命ではない運命だよそれはそれ運命だよそういうことを運命って言うんだよ <laughs> どう吹玲なちょっとし知れた吹玲奈のこといっぱい考えちゃったんだね今日メールもなかったから <laughs> 進学しますね。進学すんね。フードにえどういうことだろう。うあこれをこういうこと？これとはねまたちょっと違うんだよ。ショートはこれじゃないんだよね。<laughs> <laughs> まだまだいやもっとし本当にまだまだだった。やばいじゃんもう5時間やばいやばいやばい <laughs> やばい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  エキシーだけ嫌いだよ <laughs>。じゃあね、みんな。また明日。また明日ね。おやすみ。やばいやばいやばい。じゃあねー。じゃあね。<laughs> ごめんなさい。こんなまたまたね。おやすみー。ありがとう、みんな。ちょっとだったけど。じゃあね。おやすみ。